平日にありがとうございます。2週間いけてんな。いけてんな。いや本当に9期生の中でなんかいけてんな流行ってますね。みんなでいけてんなって言ってます。こんばんは、こんばんは。いや嬉しい、本当にいろんな人が来てくれて。西馬好きやで。ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。リラックマ好きなん？いや、リラックマは普通です。え、なんだろう、この背景とかなのかな。なんかこの背景、今日なんか背景可愛くないですか？可愛いですよね。チョコを釣った子だ。すごい、なんか皆さんそれで認知してるのかな、チョコを釣ってる人です。なんかよく先輩方とも会うんですけど、あ、チョコつ、あ、チョコ釣った子だみたいな、よく言われます。皆さん私のことを何で認知してますか？え、めっちゃ気になる、何で認知してるんだろう。どうしよう、みんなチョコ釣った子。初見です。密着で一番元気ではっきりと挨拶するゆまちゃんが、ゆまちゃんのその姿が特に好きだよ。ありがとうございます。私ね、声はめっちゃ大きいので、え、声は本当に誰にも負けない自信あります。本当に地声がめっちゃ大きくて、よく家とかでも言われます。レイコの匂いがする、え、嬉しい、ありがとうございます。え、やった、匂いしますかね。握手会もシャネ、シャメ会も行くよ、ぜひ来てください。え、嬉しい、待ってます、楽しみ。霊媒推しで認知してる、あー、やっぱそう、確かに確かに、その印象は大きいかもしれない。前田霊媒、黙っていれば可愛い子。え、黙ってれば、え、逆に黙ってれば可愛いですか？え、嬉しいな。アニメオタクで認知してます。あ、確かにアニメオタクで認知してくれてる人もいるかもしれない。セミの鳴き声、あー、確かに結構やってた、セミの鳴き声。確かにセミの鳴き声はちょっと印象強かったかも。声の大きい子、なるほど、声は本当に負けないです。レイコの TO で認知、え、そんなそんな、全然新規のペーペーなんで、本当にもう皆さんありがとうございます。あー、でも結構そういうコメント多いですね。レイコの婚約者認知、いや、そう、ちょっと婚約者なりたいですね、もう本当に。レイコさん見てる？見てない、多分。玲子さんと婚約することが私の夢です。よく通る声で聞き取りやすくて本当に大好きだよ、ありがとうございます。もう結構小学生の頃とかから、なんかアニメ声だよねみたいなことはずっと言われてて、なんか小学校の頃はもっと高かったんですよ。今落ち着いたんですけど、声変わりみたいな感じで。黙ってなくても可愛いよ、嬉しい、ありがとうございます。ブログも面白い、え、嬉しいです。ブログいつも更新してるので、よかったら見てください。ブログ質問とかもね、待ってます。オンライン話し会当たったので行きますね、待ってます、覚えました、嬉しい。ミュージカル女優さんみたいに聞き取りやすい話し方で綺麗なお声好きです。いや本当に、もうほぼ家ではなんかミュージカル女優みたいな、なんか私のお家
みんなめっちゃ歌うんですよ、急に急に歌い出すので、もうなんかディズニー危ない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 夢の国かなみたいな思います。ラブライブの子、ラブライブの子に認知してくれてる人がいる、嬉しい。小泉花代推しです。小泉花代ちゃん推しです。こんばんはしょいわしょいわしょい私もよくつけます、語尾に。なんかバイト決まったから次のシングルはお話し会とか参加したいし、劇場公演行きたいです。嬉しい、初見さんですよね、ありがとうございます、待ってます。さっきコメント逃しちゃったんだけど、なんか服おしゃれみたいなコメントあって嬉しかった、ありがとうございます。いつもワンピース着てます。ロングスカートが多いかな。でも今ロングスカート履いてるだけで、実は意外とミニスカとかも履くんですよ。西山こと西山ですっていうそのままギャンって自己紹介で認知してます。確かにそのまま、そのままの人ってなかなかいないですよね。西山こと西ゆまです。初見さんの人もいるかも、ちょっと一回自己紹介したいと思います。はい、西にやってきた元気いっぱいのヒロイン、その名も西ゆま。見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はい、ありがとうございます。千葉県出身、高校2年生16歳西ゆまこと西ゆまです。よろしくお願いします。皆さんこのキャッチフレーズぜひ覚えてください。覚えてくれたらもう飛び跳ねて喜ぶ。千葉県出身も珍しいから覚えるね。あ、確かに千葉県出身もあんまりいないですよね、みんな結構。いや本当にちょっと最近本当に大阪弁が移ってきてて、なんかもう富山弁とかも移ってきちゃってるんですけど、なんかそのせいでちょっとなんか最近イントネーションがおかしいところが多々ありますので、ちょっとごめんなさい。やっぱりゆまちゃん声質透き通ってて声優さん声よね。嬉しいです、ありがとうございます。声透き通ってますかね。でも嬉しい。夢の国のキャストの真似の子、皆さん知ってますか。私特技がキャストのモノマネなんですよ。本当に何でもいけます。あんまりアトラクション名出しちゃダメだよね。エレベーターが落下するアトラクションのキャストさんだったり、そのまあ冒険する船のキャストさんだったり、いろいろできます。レイコが結婚しようって言ってたよ信じていいですか、これ信じていいですか。信じますね、これ信じますよ、信じます。ちょっと疑っちゃう、コメント、このコメント、嘘だ。気になってる9期生メンバーは誰。気になってる9期生メンバー、気になってでも布教してるのはハガレイです。あの本当にめっちゃ表情可愛いんですよ、めっちゃ可愛いですわ。もう本当可愛いがもうなんか人間になったっていう感じです。あの子本当に可愛いんですよ。あとはマナミンはめっちゃ好きです。マナミンめっちゃ可愛いんですよ。これダメだ、言っちゃダメだ、いや言いたい、いやダメだ、ちょっと今度このマナミンのちょっとお話がしたいんですけど、ちょっとでもいいかな、言っていいかな。マナミン、ダメだダメだ、いやこんな許可なく言っちゃダメだということで、ちょっと許可が取れたらブログで書きます。推しと結婚できる世界最高だよね。いや本当なんですよ、もう推しと結婚できる世界、もう世界線にいるんですよ私今。やばくないですか、もうやばいですよね、だってもうびっくりですよね、世界線にいるんですよ。でも玲子年上好きじゃなかったっけ。そうなんですよ、
年上好きなんですよね。ちょっとでも年齢は埋められないので、ちょっとそうなんですよね、年上好きなんですよ。サメ会のポーズおすすめある？心臓を捧げるポーズとか。いやもう何でも、え、でもアニメ系のポーズだったら楽しいです楽しいですってなんかあれだけど、アニメ系のポーズだったらそうですね、多分心臓を捧げるポーズ。反転してるか、じゃあこっちで。前髪めっちゃ綺麗。え、ありがとうございます。前髪これめっちゃこだわってるんですよ。崩れません。嬉しいです。なんか最初は私もなんかマーダレイコさんみたいな結構パッツンのここで分けるみたいな感じの前髪だったんですけど、なんかロングスカートを履くようになってからちょっと流すようにしてます。兄弟いるの？姉が一人います。はい。え、リアルミュージカル家族。いやそうなんですよね、本当になんかみんな急に歌い出すんですよ本当にすごいですよね、リアルミュージカル家族です。9期はシャメ会ナンバ式、ランダムなのが難しいよね。西山ちゃんと撮りたい。いやそうなんですよ、ナンバ式でランダムなんですけど、でもあのグループに分かれてるので結構確率は高いです。いやもう運命で引き寄せます私が大阪は慣れてきたかな。もうめっちゃ慣れました。でもまだまだ行けてないところがたくさんあるので、これからも大阪を熟知していこうかなって思います。そういえばショールームのアバターガチャで西馬のゲットしたよ。え、嬉しい。なんかあれですよね、旗がこうなってて西馬って書いてあるやつですよね。え、嬉しい、ありがとうございます。こんばんワッフル、こんばんワッフル、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 これでワッフル多分これ分かんないワッフル。将来声優やればやりたいですね。めっちゃ声優さんとかそういうのは挑戦していけたらなって思ってます。え、でも一番やりたいのがあって、ラジオめっちゃやりたいんですよ。ラジオが本当に やってみたくて、あとはちょっとこうなんか要望ガンガン言っていいのかな、なんかラジオとか、あとはゲーム配信とかめっちゃやりたいんですよ。はい、ゲーム配信めっちゃやってみたくて、私極めてるゲームが一つ、めっちゃ極めてるゲームがあって、それ配信でできたらなって思ってます。はじめまして、モバメではコメントしてるけど配信は初めてです。え、嬉しい、ありがとうございます。配信も来てくれたんですか。ありがとうございます。あ、知ってる、知ってますよ、いつもありがとうございます。あ、間違えたえ、知ってます、知ってます。レイコさんの彼女や。彼女です、ありがとうございます。彼女です。やだ、こんなこと言ってて大丈夫かな、ファンに怒られたりしないかな。でもね、一夫多妻制とか一妻多妻制を私は広めていきたいと思ってます。服破れてるのかと。いや、ちょっと破れてるように見えますよね。違いますよ、肩も可愛くリボンがあるんですよ。破れてませんからね皆さん、これこういうファッションです俺と誕生日1日違いやし覚えた。え、どっちだろう。私3月25日生まれなんですけど、3月26なのか3月24なのか。え、でも誕生日近いといいですね、楽しいですよね。全身見せて、うわ見せたい、これ見せれるかな。え、どうしよう、ちょっと待ってくださいね、どーん、ちょっとカメラをね遠くして、じゃーん、あ、全然全身全然全身映らなかった。これロングスカートなんですよ。ほっほっ、よし、全身見せれなかったけどお洋服は見せれました。はじめまして、お名前はどこで着ればよろしいですか。結構いるんですよね、名前どこで着るのみたいな。西ゆまです、西ゆまです、西で着てください。直
初見だけどね、ずっと密着見てこの挨拶しっかりする子は誰だって探してました。挨拶の子です。すごい、なんか釣りの子とセミの子と前田玲子さんの子と次ニューで挨拶の子が加わりました。千葉より応援してます。嬉しい。なんか千葉県の人とか見るとなんか同志だってなりますね。千葉っていいですよね。布教していきましょう千葉を。挑戦してみたいコスプレは、挑戦してみたいコスプレ、いやでも、なんだろう、でもラブライブの南小鳥ちゃんのコスプレはしようと思って、今ウィッグと衣装は買ってて、カラコンも買ってて、ウィッグを今からセットするところです。近々挑戦したいなって思ってるキャラクターはラブライブの南小鳥ちゃんです。そういえば密着のチェキ届くの楽しみにしてます。嬉しい、あの3人限定の、嬉しい、今日も来てくれたありがとうございます。今日も配信嬉しい、あーやばい、嬉しいな、このコメントの西ゆまって、これめっちゃ写真撮りたい、うわー、西ゆまさんでよろしいのですね。そうです、西ゆまさんです。嬉しい、ここ声かわいい、ありがとうございます。嬉しい、やばい、こんな楽しい配信ないぞ。9期のおしゃれ番長は誰？おしゃれ番長ですか、誰だろう。でも個人的にテンナの洋服はめっちゃ好きです。ファッションはでもみんなおしゃれなんですよね。なんかもう大丈夫かなと思う自分、もうめっちゃ陰キャっていうか、なんかもうオタクなんで、なんかもうやばい、自分向いてないかなって思います。言葉のイントネーション本当に分かりやすくて好きだよ。あー嬉しい、ありがとうございます。照れる。珍しいくらい垂れ目で可愛い。そうなんですよね、私めっちゃ垂れ目なんですよ。めっちゃそうなんですよね、垂れ目なんです。何時まで配信する？一応30分やりたいなって思ってます。この後ヨシミンが配信するので、それと同時に交代できたらなって思ってますね。本当に30分短い、うわー短いぜ。ヒロインっていい、広い。なんか最初はなんか昨日ブログにも書いたんですけど、最初は天使とか小悪魔とかとめっちゃ迷ったんですよ。でも私天使とかそういうタイプじゃないんですよね。小悪魔っていうタイプでもないしと思って出てきたのがヒロインでした。やばい、グッドめっちゃ気に入ってる。密着配信西島さんとの距離は縮まったかな。いやもう本当にリオピーとはもう仲いいです、めっちゃ仲いいですよ。もう9期みんな仲が良くて、はい、レイコちゃん結婚 OK って言ってたよ。信じますよ。ちょっとじゃあ次会ったらちょっと突撃しますね。結婚していいって本当ですかって、ちょっと婚姻届持っていきます。シンジ、エヴァに乗れ。シンジ、エヴァに乗れ。嫌だよ、父さん。シンジ、エヴァに乗るんだ。あ、大好きですね。よくアニメのモノマネとかしますね。いや、全然似てないんですけど。オッケーって軽く言ってたよ。じゃあ、ちょっと本当に、ちょっと突撃しますね。マジで本当に突撃します。いきます。いや、楽しみだな。れい
子ちゃんは幸せにしてくれるならって言ってたよ。いやもうめっちゃ自信ありますよ。もう好きな人には尽くすタイプなんで、もう任せてください。写メ会楽しみすぎる。私もめっちゃ楽しみです。もう写メ会とか握手会とか、もうオンラインお話し会とか、もう本当にめっちゃ楽しみなんですよ。もう今はこうしてコメントでお話ししてるけど、やっぱりこう顔を見てお話しできるっていうのは本当にすごく嬉しいです。楽しみです。めっちゃ年上好きだけど、西馬ちゃんなら結婚 OK。 ちょっとこれはときめいちゃう、全人類が。もうアイドル前髪が出来上がっている。アイドル前髪なんですかね。もうこの前髪はめっちゃします。これは結構極めました。西馬ちゃんの流してる前髪作り方分からなくて諦めてます。なんかアイロンあるじゃないですか。こういってこうですこういってこうです。いやちょっと語彙力がないんですけど、こういってこうです。お姉さんも NMB のファン？お姉ちゃんは全然 NMB とかのファンじゃないですね。なんか本当にアニオタって感じです。めっちゃアニオタです。もうなんか、そうですね、すごいアニオタでグッズ収集とかすごいしてますね。その影響で、姉の影響で私もアニメを好きになって、めっちゃグッズ収集をするオタクになってしまいました。桜田彩香さんとは話せましたか？話せました。いやちょっと本当にこの前そのいたんですよ。いて、で私なんかもう可愛い女の子を見るのが大好きな人間なので、めっちゃジロジロ見ジロね、ちょっと言い方悪いんですけど見てたんですよ、チラチラ。そしたらなんかニコーみたいな、と思って誕生日一緒だよねみたいな、本当に誕生でもざわつきましたね、世界が。お好み焼きとご飯食べれる？お好み焼きとご飯って一緒に食べるんですか？お好み焼きはお好み焼きで食べますね。一緒には食べれないかもしれないです。ラジオいいね。そうですね、ラジオ絶対やりたいです。絶対にやるぞ。アニメだと少年の役に合いそう。嬉しい。ちょっとショタボ練習しときますね。ちょっと楽しみだ。自分のグッズ発売されるってどんな気持ちなんだろう。とにかく本当に嬉しいです。めっちゃ嬉しくて、もう嬉しいですね。私は今回は前田玲子さんの写真と、あとは9期生のメンバーの写真を買いました。写メ会行きたい。ゆまちゃんとお話、お写真撮りたい。お話ししたい。他県の SJK にはまだ厳しい。SJK 同い年かな。嬉しい。待って嬉しい。ねえ、同い年だといろいろトークできそう。他県の他県難しいよね。私もそうだった。本当にすぐゲームオーバーになる。ゲーム配信が見てみたい。私なんかでも多分すぐにゲームオーバーになる人種です。私なんかゾンビとか、なんか映画とかで見るのは全然平気なんですけど、自分がやるってなったらもうできないタイプなんですよね。ぶっちゃけ顔がタイプで困ってます。本当ですか？大丈夫ですか？この顔イケてますかね？イケてんな、イケてちょっと将来は何を目指してるの？
やっぱり NMB48 でそのドームだったりに行くことが私の夢です。何のゲーム得意なの？マリオカートをめっちゃ極めてますね。もう小学校3年生くらいからずっとやってて、はい、結構イケてる方なんじゃないかなって。私あんまりマリオカート人とやったことがないので、陰キャすぎて人とやったことがないので自分の実力がわからないんですけど、多分上手い方なんじゃないかなって自分では思ってます。服のセンスいいな。ありがとうございます。でも私骨格ストレートなんですよ。知ってますか皆さん、骨格とかって。骨格ストレートで肩幅がなんかガンダムなので、ちょっとね、ワンピースとかも似合うかなって不安だったんですけど、なんか皆さんが似合ってるって言ってくれてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。やった。記憶力いい方？普通だと思います。髪サラサラだけどアイオンしてるの？してます。猫っ毛なので、なんか一本がめっちゃ細いんですよ。わかりますか？だから結構サラサラです。オンラインだけどお話し会取りましたよ。嬉しい。覚えました。すごいアイコンが、本当になんか最近ちょっとイントネーションがおかしい。アイコンがすごい印象的で覚えやすいですね。キューキはめっちゃ元気で泣く子が多いね。そうなんですよ、みんなめっちゃ元気なんですけどめっちゃ泣き虫です。お、今もう57分ということで、今日の配信はそろそろ終わりにしたいなと思います。配信30分って長くないですか？私も初めてまだ5分っていう感覚なんですけど、もう今度なんかもう24時間配信とかしたいですけどね一人で。ということで、おいしょ、順位もね読んでいきたいと思います。3位野原慎之助之助さん、ありがとうございます。2回目ですよね、ありがとうございます。2位かぼちゃなかぜさん、いつもありがとうございます。1位あすちゃんさん、お、ありがとうございます。すごいみんな知ってる。いや、時間時の流れって早いもんだ。皆さんありがとうございました。また本当にもう配信めっちゃ楽しいので、もうまた近々やりたいなって思ってます。お、13位からだよ。え、これ13位から読んだ方がいいのかな。やばい、待って、配信初心しすぎてわからない。どうしよう。え、13位から読む。どうしよう、どうしよう、どうしよう、え、どうしよう、どうしよう、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。13位から読んだ方がいい。え、どうしよう。あ、ちょっと一回持ち帰りますこの話はごめんなさい、ちょっと初心者すぎる、ごめんなさい皆さん、初心者の配信聞いてくれてありがとうございました。よし、もう終わっちゃうのつらい終わります。あ、終わりたくない、このまま一生手振ってたいあ、終わります、あ、終わりたくない、バイバイ。